15年前に行われたトーナメントで、トム・ワトソンが打った球がヤシの木に当たって根元に落ちるのを見ました。木の根元だったので普通に打つことができず、ワトソンは球の反対側に回って、グリーンに背を向けた状態で、クラブを逆向きに振って打ちました。すると球はピンそば90センチのところに止まり、観客は拍手喝采でしたが、私はなぜあれがうまくいったのかと考えました。 家に帰っってて早速裏庭で同じことをやってみました。最初は芝を刈るような変な感じがしましたクラブを目の位置まで持ち上げてみるとこんな形をしていました芝のモデルを使ってみるとわかるように打つ時にこのような V 字型のつま先の部分が当たるんですならそのような当たり方をするように打ってみようと思いました 何度か練習しているうちにうまくつま先の部分に当てられるようになりましたそこでふと思ったんですなぜこのようなクラブがないのかなぜこうしたつま先の部分が V 字型のクラブがないのかといろいろと調べたんですが見つかりませんでしたそこでなら自分で作ろうと思ったんです